ここ以前に動画でしたとこなんですけど、これ見てもらったらわかるんですけど、ちょっとね、これ歩かないと分からないんで何とも言えないんですけど、ね、実際多分踏んでもらったらわかるんですけど、すごいふかふかなんですよ。もうね、歩いた感覚が全く違うんですよね、この辺のふかふか感。これほら、わかるかな？歩いただけで足跡残るっていうね、このふかふか感が。これ何にも耕してないんですよ、ここのとこ最近。このふかふか感、全然違うな。すごいな。教えていただいた物理性の改善。もうこのもみ殻を入れて米ぬかをすき込んで、それで OK っていうね。もうあとは何もしなくていいと。特にね、肥料も入れませんし、堆肥、牛糞なんかも入れてないです。入れたものはね、もみ殻と米ぬか、それだけです。それ以外入れてないんでね。まあちょっと石とかあるんでゴロゴロしてますけど、これね、動画でなかなか伝わりにくいのがね、惜しいところなんですけど、ふかふかなんですよ、これ。伝わるかな、このふかふか感。伝わるかな。ほら、これ伝わるかな。これ、ほら、伝わるかな。楽しい。ね、まず畑に必要なことは物理性の改善ね。生物性の改善もね、大事ですけども、米ぬかを撒けばね、生物性も改善できます。ね。だからまあ、これはね、物理性を改善して生物性さえ改善すれば、あとはね、肥料とかっていう化学性の改善なんかに関しては、あまり深く考えなくても、特にね、深く考えるっていうか、そもそも考えなくていいと思います。土作りもね、ある程度もうできてきたので、次はね、この畝立てとか、そういう技術の問題ですね。農業は理念ではなくて、技術であると。ね。本当にそう思います。いくつ言う前に手を動かして、足を動かして、実際、どれだけの野菜を作れるかっていう、理念どうこうよりもね、きちっと作れる技術。それが一番大事なんだなと思います。はあ、今日も朝7時からやってましたけど、ほんまに疲れた。よいしょ、疲れた。疲れた。帰ろう。いつも見ていただいてありがとうございます。また、ぼちぼちと上げていきますので、よろしくお願いします。バイバイ。